まあいいや、とりあえずこれは蹴っちゃって。邪魔なんだよ、この魚で、おい、ちょ、待って、お前。おー、危ねえ。あ、キノコ、なんでそんなとこ飛んでっちゃうの？ちょっとキノコ、ちょっと旅で過ぎです。旅しないで戻ってきて帰ってきて、キノコ。はい、どうも、雑談ゲームあまりもです。今日もまたトロールコースプレイとかやっていきましょうってことで、スーパーマリオメーカー2やっていきたいと思います。で、このコースは、サチマシナスビっていう4人で遊んでる時の、一緒にやってるチャリッチョさんがやってたんだけど、ほとんど見ないでおいたので、新鮮な気持ちでね、このトロールコース遊べるかなと思って遊んでいきたいと思います。まあ、たこ焼きさんのトロールコースまた遊びますって言ってやったのもあるので、まあ、今回これでやってみようかなと思います。まあ、チャリさんもだいぶ苦戦してたみたいで、コメントを見るの2個ね、それで両方ともチャリッチョさんっていうね。で、クリアまだできてないみたいなので、結構大変そうなんだけど、頑張っていきたいと思います。では、行ってみましょう。レッツゴー。さあ、まずは動かなくていいだろ？うん、ダメだったね。なんか黒いの見えてんだけど、あれ。さあ、まずはじゃあ動いて、あー、クリボがいたのなるほどね。で、まあ、こっから何をしなきゃいけないかなんだけど、俺、これもしかして、なんかどっか別のコースでやった？なんか、たこ焼きさん割と再投稿してるコースとかもあるから、もしかしたら俺これやったことある？なんか似たような形見たことあるんだよね。いや、でも多分全然違うな。まあいいや、とりあえずこれは蹴っちゃって。邪魔なんだよ、この魚言葉が悪くなってすいませんでしたってことで、ここはもうこのまま通過してって、あ、なるほどね。なるほどねじゃねえわ。もう急いでとりあえず動き回っていこうか。じゃあここもこれでいいんでしょ？で、ここなんかやっちゃうじゃんけどさ、ここなんか来んの？ねえ。いやもう最初から罠かかりすぎだろ、とりあえず。何回死ぬねんっていう話なわけでさ。で、これ上がっ、そういう予定？とりあえずあの青リフトの上、右側からジャンプするような形だったらいけるかな？いや、どっちなんでよ、かい。右側にもあるんかい。で、ここはもうただやられるだけっていうね。じゃあ、ここのリフトは、とりあえず止まっとけってことだよね。オッケー。いや、ちゃんと1回目の時点でさ、ここまで上がるっての見とこうよって話だよね。では次行ってみましょう。飛び入ったら何があるか。とりあえずまた動こうもん、ここは。ダメじゃん！では、ここ左押しっぱで、こうすればオッケーだったんだね。で、とりあえず、ここ急いで行ったら多分、ブロックだかなんか当たってたやつじゃない？まあ、それはともかくとして、上行って、ああ、ここの雲が取れないっていうか通れないから、多分これ、あれだよね。USA のキノコが入ってるってことだよね。違った。え？え？あれ？え、どうすんのこれ。え、何をすれば？あ、もしかしてこの透明なブロックが隠されてたとか、あと枠が左側に見えるから、その枠のところに隠しブロックがあるとか、そういうオチかな？ああ、やっぱそういうことだね。で、これで、体ちょっとだけ出るような感じでジャンプを調整して、飛べば OK と。いや、調整しなくても OK だったわ。で、これで、行って、よいしょと。で、また再びチビになって、お、危な。これわざわざバネ出したってことは、これ下はただでやられるだけだぞ、きっと。じゃあ、このままこっち行って、あ、詰まったー詰まったんですけど。え、じゃあこれどうすればいいんだ？ギリギリで叩いたらそこ詰まんないで済む、もしかして。というわけで、このぐらいジャンプしてみる。あ、そこ行こうとね。で、勝手に倒されてるから、これは、このまま。うわはいはい、じゃあここ慌てなかった代わりにだ。この音符踏んじゃうとあの青メット出てくるから、とりあえず枠のところに一回ジャンプして、叩いて、これどう？届く？あ、ちょ、下手くそ？あ、いけるね。オッケーオッケー。で、これでいけばいいんだよね。これでいって、土管の中は、今度は動かなくていいんじゃない？急いで動かなくて。あ、違う。これ間違ってる。これ絶対間違ってる。ヒントってあるもん。これ絶対間違ってるやつだ。扉あるんかい！これ入ったら、やられる感じかな？
美耐久やれてさ。これはどういう身耐久？これは、ああ、なるほど。いや、結構むずくないか。いや、これさ、まず、ちょいちゃんからの、オッケー、こんな感じか。で、ここも同じだよね。ちょいちゃんの、おっと、ちょいちょいちょい。このくらいの場所にいようかな。ああ、引っかかってる、引っかかってる。いや、これ結構さ、むずいよね。あ、でも行ったわ。行ってねー。行ってねー。もう。よし、じゃあここはとりあえず、まず、これオンにして、そうするとここに乗れるから、ここに扉があるんだね。ここ。で、扉入った先は？まあ、とりあえず急がなくて良さそうかな。下突き。おや、そういうわけじゃない。あ、これやばくね？ああ、これでセーフなのか。んで、なんか嫌な予感すんだけどな。どうだろう。おりゃ。あ、オッケーかな。じゃあこれこのまま乗ってていいんだよね、きっと。オッケーオッケーオッケー。オッケーじゃねえ。クソ、見事に騙された。お、危ない。なんかたくさん出るようになったんだけど。危ない、ラッキー。その後突っ込んでよかった。で、これ真ん中くらい行くと爆発するから、この辺ジャンプだね。オッケー。あ、お、セーフ。いやいや、待って。危ない。二段構え、まさかの。で、ファイヤーフラワーが左上にあるって書いてあるけど、絶対嘘だと思うんだよね。これとりあえず下行ってみよっか。ここら辺にさ、隠しブロックで、バブルとかいるかなと思ったんだけど。あ、これ、むしろここにファイヤー落ちてくんじゃないか。痛いです。いや、まさかね、あの黒の花の方が降ってくるとは思わなかったよね。そうするとこれどうすればいいんだろう。これ左上、なんかくぼみもあんのかな。本気ジャンプ、ああ、そもそもこの辺、天井が。はあはあはあ。そしたらこれ普通にこうやったらさ、落ちてきて、その後落ちてくんじゃない？あ、と思ったらバブル降ってきたわ。じゃあこれで土管入れば進めるわけだからね。土管入ってまた動き止めてていいかな、進んだ方がいいかな、進む。あ、結局進ませられるわ。いや、ちょっと、そういう感じ？これって、セーフなの俺。あ、これスターだったんだ。なるほどね。これがセーフだったのかどうかだよな。いや、まあ、でも、セーフなのかな、一応。んで、おい、ちょ、待って、お前。よし、じゃあ、これさ、とりあえず、ここで一回、ちょっと寄ると違うな。なんだっけ、音符が動いたって、なんでなんだろう。とりあえず、ここら辺、オッケー。で、あ、どっちにせよさっきもう USA なくなったからダメだったんだね。で、これと、オン？オン？ちゃんと乗れば OK だよね。で、これさ、なんか倒した後にまたすぐなんかありそうだから、絶対急いだ方がいいよね。せい！さあ行け！これでセーフだろう。あ？え？ヒント。え？また何？戻んの？どういうこと？ここに、はあ？USA マリオであそこ行けるん？ああ、オンオフスイッチがなんか起動しちゃってないといけない的なやつなのか。そういうことかな。なるほどね。いや、これ気づかねえわ。これはわかんないよ。まずこれで、一回オンオフを起動させるのかな。お、そこ、止まるん。で、これ戻れる？あ、戻れるのか。なるほど。で、これでこう行くと、なんか起動するんだよね。あれ？何も起動しないぞ。パウ持ってきゃいいのかな。で、これで、あ、オッケーオッケーオッケー。ああ、向こうまで行かないとドッスンがこれで復活してくんないんだね、多分ね。で、このまま行くか。これさ、パウ持ってんけど、パウ、
いるかな。いやでもあったらなんか便利そうだよね。このまま、あ、消えるんだ。消えちゃうんだ。そこは、しかも中間だ。やった、中間はありがたい。で、ここで一回避難して、チビになって、で続きがいけるってことだね。まず、このハテナブロック。叩いてみか。あ、ただのコインだ。え、これってさ、別に入れないよね。あ、でも3つがわざわざ用意してあるってことは、ダミーのやつがなんかあったし。俺さ、のんきに走ればしないよね。これ、チビになった時の無敵時間で通れってことじゃん。のんきすぎだろ。ちょっと、おい。さっきと全然違う。何。まあいいけど、どっちにせよ生きてたから。いや、いろいろ死ぬかと思った今。で、あ、いやー、死ぬんかい。とりあえずブロック一回外して行かせて、でここで上行っちゃダメってことは、もうそのまま下に落ちるってことだね。おい、ちょっとあんずこがんだよ、このブロックが。よし、これでよける。あ、これ土管入れたけど、入っちゃった。大丈夫、大丈夫だね。 OK だね。 OK かこれ本当に。ちょ、え、これこれ OK かマジで。あ、メット、あー、じゃあ OK だったんじゃない、こう耐えてたの。あー、ラッキーラッキー。で、え、でもさ、これさ、わざわざバネここに出てきたってことは戻れるってことだよね。戻らずにとりあえず一回上行くけど、戻れるってことだよね、あれ。で、こっちはさすがに何も関係なさそうだから、これを、ほい。単純に埋まったんですけど。単純に埋まったんですけど、そして、多分トゲビット持ってちゃダメだったんですよね、これ。なるほどね。なんかな、ここ戻ってきたら、これ右が爆発するとかさ、そういう仕掛けに変わりそうな気もするんだけどさ。まあ、とりあえずあっち、普通にやってみるか。で、まずは急ぎで、これ、越えちゃおう。で、トゲメット取ってると、クリボ踏んだ瞬間に上壊しちゃうから、このままでいいんだよね。で、これでリンカ取れます。ほい。で、一応ここら辺待機してて、あ、ダメだと。じゃあこっちか。ベベー。なにこれ。ブラパンをいるとこに何かあったのか。え、何かある。あ、こういうことね。なるほどね。うーわ、また騙されましたわ。え、でもなんかこれ下行けそうじゃない。んなことないね。じゃあここら辺だったね。 OK で、これで扉入るわけだね。行ってみましょう。扉入ったら、あー、なんか嫌な音してんだけど、これどこで落としてんだろう。これまたダメージ食らったら無敵時間あるうちに右行けってことかな。いや、でもリフトだからなんか違うよね絶対。まあいいや、とりあえずガリガリ当たって右にダッシュ。ほら、あ、合ってる。で、これはこれ、これいらん。お、オッケー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 。なんでさよ。よし、これもう駆け抜けでいいんでしょ。で、それで、おっと、危ない危ない、忘れた、今一瞬の間に。で、これでプクプクと折ったら、あ、なるほどね、ボム兵ね。あ、じゃあどんなに急いでもプクプクが絶対当たるようになったんだ。先通らせないと。んで、これもなんか落ちてきたりしないよね。大丈夫だよね。いや、なんか嫌な予感すんだけどな、ここ。まあ、とりあえずリンク。よいしょ。リンク取って、んで、これをやれってことかな。いや、なんかね、ダメージ食らってって言っちゃってもいい気がするんだよね。でも、あえてやる。うん、やっぱそんなもんだよね。分かってました。分かってましたね。これ、リンク、一番上のブラッパ、ブラッパじゃねえや。パックに当たって、右のあのガリガリ声は間に合うのか。これ、とりあえず、こうしてみようかな。これでブロック壊れて、ブラッパいなくなったから、こうしたらいけんじゃないの、これで。あ、オッケーオッケー。で、ここ通れるよね。あ、中間またある。あの中間取りたいな。取りたいけど。いやー、いけるかこれ。多分あの枠とかなんかアイテム、パワーアップアイテムもう一個ないと無理だよね。とりあえず行ってみよう。で、これ多分下降りてっても、右押しっぱでもあのトゲ越えらんないよな。おー、危ねえ。
キノコなんでそんなとこ飛んでっちゃうの。ちょっとキノコ、ちょっと旅できすぎです。旅しないで戻ってきて帰ってきて、キノコ。さあとりあえずプクプク降ってくるけど、その後キノコもすぐ出てくるから、プクプク一回避けたらすぐ移動だね、これで。これでほい、オッケー、間に合った。あのプクプク嫌だな。でもあれってもうずっと左に飛んでっちゃうかな。オッケーオッケー。で、そしたらこれダメージ食らいつつ、右押しっぱしといて、はい、中間取って次の土管先は何でしょうっていうことで、右押しっぱ。あ、ダメじゃん。じゃあこれ降りてきたら、とりあえず、いや、プクプク邪魔だわ。じゃあここ右押しっぱは少しするけど、こんなもんなんか。あーで、死んで多分オンオフが切り替わったか、これ、右側内で済んでるけど、さっきはオンオフのここの役がなかったんだね。それで死なない程度に降りて、で、右行ってたのか。なるほどな。で、これはこう行って、なんか上行けるんだけど。これ。上行くんじゃないの？ほら！あん？え？どこ？あ、なるほど、そういうこと。俺バカやったんじゃないの？これ。あ、ごめん。よかった、やられる仕掛けはある。よくねえわ。え、これちなみに下行ったらどうなったんだろう。下行ったらここに床あるとか。あー、なるほどね。そういうことね。あー、でも行けると思った。行けた行けた。オッケーオッケー。で、これ叩いて、上行って、扉入れるよね。音楽は多分左の底に入ったらの場合の音楽が流れてるだけだから気にしなくていいと思うんだけど、多分、カロンコーラあれ、履いたままでいけないと思うから、これでいいんだよね。というわけで、ここ入ってみましょう。どうなる？何がある？おー、びっくりした。これでいいのかな？いや、よくない。ん？入って、食らって、リンクが溶けて、そのまま右押しっぱにしてたらいけるんじゃないか。というわけで、右押しっぱ。右押しっぱで、お、いける。オッケー。で、パウ、叩かなくていい気がするんだよね。なんか、来そうな気がするんだけど、叩くか。で、急げ。今じゃ、オッケーオッケーオッケー。急がなくてもよかったパターン？とりあえず普通に叩いちゃってオッケーだったんだね。で、次は、あの、丸々、とこさ、この丸バネのとこさ、なんか降ってくるよね。なんかあると思うんだけど、ファイヤーかな？またさ、あれじゃないの？グラッパ降ってくるんじゃないの？あれってか、何も来ねえや。え、じゃあ、このまま行っちゃっていいの？どういうことですか？仕掛けがここになんかあるんですね。なるほどね。これ一回降りて、ここ来いってことなんか。やられたら畜生。はい、取れました。これでいいんだね。で、これで、ここを溶かして、ファイヤーのまま、いけるよな、これ。ファイヤーのまま行っていいもんなのか、チビになるべきなのか。ファイヤーのまま行く。とりあえず嫌な予感してちょびちょび言ってたんだけど。あ、ダメだ。どっちにせよダメだ。なるほど、そういう止め方してますか。じゃあ、とりあえずチビになって、扉入って、どうしようかな。右押しっぱしてみようかな。右押しっぱ。オッケーじゃん。あ、これなんか行かなきゃいけない気がする。見事に跳ね上がったファイヤーフラワー。いや、トッスンとこまで急がなきゃいけないっていうのはね、合ってたからね、よかったんだけど、ファイヤーもね、うん。よし、やっとファイヤー取れたぞ。で、ここ溶かして、いや、これ右なんかありそうだな。右なんかあるんじゃないの？ほら、やっぱいるよね。あ、ここゴールかい！誰でそういうことかい。ね、むしろなんかあったんだったら見たかったよ、これ。はい、というわけで、今回ゴールすることができました。たこ焼きさんトロールたくさん作ってるから、またね、来月、再来月のどっちかぐらいになったら、一回遊んでると思います。まあ、他にもトロールコース募集してるんで、そのコースとかがね、募集して、その結果増えたら、ちょっと来月、再来月どころか3ヶ月、4ヶ月後とかなんていくかもしれないけど、また遊ばせていただきたいと思います。ということで、今回のコース、いいね！押して終わりたいと思います。というわけで、
楽しいと感じていただけたら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。毎週土曜日夜9時、うん、9時なんや、7時だね、19時だね、19時からこのトロールコース動画毎週投稿してます。よかったらまた見に来てください。ありがとうございました。